シャオムーとシャオリンは助けを求めるため、国王からの預かり物を持って猫魔界へ旅に出た。途中、不安定な吊り橋を渡り、いくつもの森を抜け、協力しながら険しい山々を越えて、二人はやっと猫魔界にたどり着いたのでした。まったく、伝送石が故障するから半分くらいしか伝送されなくって、その後こんなに歩くなんて変だな。何かあったのかな。おかしいな。湖だ。やっと水を見つけた。シャオム、ここで顔を洗って水を補給しよう。生き返る。いや、己シャオム、隙をついて水をかけるなんて、なんて卑怯なの。これでも食らえ。シャオムズルしてない。えい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 。助けて、モンスターだ。私たちを食べないで。おいタコよ、私の客人を脅かさないでくれ。まったく。シャオリン、びしょびしょだ。ふう、どうした？なぜ魔界に遊びに来たのだ？違うの！私たちは王様の指示でここに来たの！お父様がハート太陽の封印が解けたから、これをテイライおじさんに渡すようにって！ん？この水晶は、どうやら遠出をしなきゃいけないみたいだね。さあ行こう！行く？どこへ行くの？チンシンを探しに行くんだ。ハート、何をする気だ？貴様の妃が永遠に異次元をさまよい帰れなくなってもいいなら、おとなしくすることだな。永遠に帰れない。貴様の猫釜を渡せば妃を解放してやろう。渡しちゃダメです。猫釜を渡せば降伏したも当然です。どうすれば王様。猫釜を捨てれば命がけで戦ってもハートには勝てないかもしれない。どうした、ジョーさん、貴様はもう二度と妃に会えなくなってもいいのか。フシュン、くそ、ハート、約束は守れよ。王様、フシュンに指一本触れるな。やっとジョーさんを倒せる。プニープニジョーさん、心配しなくとも彼女を自由にしてやる。この世から貴様が永遠に消え失せてからな。一体何が。うわ、よう、久しぶりだな。対戦ぶりで顔合わせてなかったからな。そうですね、さっさと片付けてお茶を飲みながら昔話でもしましょう。テイライ、チンシン、あれは伝説の猫人間、雷鐘と
神技同士が勘をして猫釜を止めたの。皇后がまだ私の手の内にあることを忘れるな。ハートよ、さっさと退散した方がいいですよ。ああ、長い間封印されてたのに、お前ちっとも成長しないな。雷撃！万古の茶、地の力、世界の鏡よ、万華の栄光に輝け。なんだと、信じられぬ。ジョーザン、皇后のことは心配しないでケリをつけてきな。接近戦は得意だろ。早く片付けて猫草茶と団子をいただきましょう。手伝ってくれてありがとう。行くぞハート、異世界で悔い改めるがいい。ふわー超次元尊。必ず戻ってくるぞ、ジョーさん。やったやった、やったやった。フジュおかえり。本当によかった、会いたかった。痛いよ。なんで僕たち負けたの？誰なの？どのバカにも私はの中へ閉じ込めたのよ。さっさと白状なさい。まずい、また人騒ぎ起きそうだ。やれやれ。そこ逃げるな。お団子いかがですか？ああ、ありがとう。どうやら皇后は王国の、いや、宇宙一の勇士だね。はははは。邪悪な力を持ったハートでも本気の彼女にはかなわないな。私を誰だと思ってるのよ。この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 お父様、母様、このこのお父様だよな。戦況はハートだよ。蹴り飛ばしてやるんだから。このもう大丈夫、戦争は終わったよ。え、本当？うん、終わった。勝ったの？うん、私たち勝ったみゃん。野犬族を倒せてよかったです。ああ、王国の大勝利だ。イエーイ。プリ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 。最近ストーカーがうろうろしていると聞いていたが、君だったとは。だね、その滑らかで柔らかい揺れが素晴らしくて。それでストーカーするな。ウリューに行ってもいいのか？ああ、何でもする、何でもするからお慈悲を。わかった、ついてこい。ダイユ、何でしょう王様。はい、ポストから集められた手紙を持ってまいりました。こんなにたくさんの手紙をどうする気？これらの手紙は全て同じ質問が書いてある。これはおかゆからだ。親愛なる王様、帝来のマントの下はどうなってるのでしょうか？うわー。それでは疑問に思う猫たちのために国王が解決します。い
やめて。猫たちの疑問に答えなくてもいいの。俺は関係ないよ。太夫手伝って。はい。うだうだ言わない。太夫押さえて。了解です。ストーカーよりもお前らの方がもっと怖いよ。状況は？うん、変わりなし。本当にありがとう。いい？いえいえ、お役に立てて嬉しいです。みんな助けてくれてありがとう。もう大丈夫よ。玄米泣かないで。さくらちゃんの言う通り、みんなで助け合うのは当たり前だよ。アジュアジュ、何？仲がいいのね。今回の戦争に勝ったけど、猫王国が元に戻るまでにはまだまだ時間がかかりそうだ。勝つにせよ負けるにせよ、戦争はいつも破壊しかもたらしません。お、定来、陳心。浮かない顔をしていてはダメだよ。元気出せ、ジョーザン。猫王国の復興は君がリードしないとね。ああ、君たちの言う通り、猫たちにこんな姿を見せてはダメだ。落ち込んでなんていられない。やることがいっぱいある。協力が必要ならいつでも声をかけてください。うんうん。王様。お、うん、王様、大変なことになりました。どうしてこんなことに。ボロボロ、なんで。どうして、どうしてこんなことに。ちょっと通して。あ、王様こちらです。これは王様、女神像が。もう まさか結界が破れたせいですね。女神像はあの強い衝撃に耐えきれなかったのでしょう。猫神様、ライル、君のハンマーで女神像を元に戻せないのか。王様、その何度もやってみましたがダメでした。そんな。コアまでダメージを受けたようだね。女神像は神々の石で作られているという話だが、今となってはもうその石は存在していない。まさか猫女神様の庇護を失ってしまうの。女神様は希望の源であり、女神様を信じるからこそその未来は光で満たされるのです。女神の福音書第一章一節、祈り信じることで女神様は私たちと共にあるのです。その通りよ。神の教えを忘れてはいけません。嘆いてばかりではいけない。みんなで祈りを捧げよう。一緒に祈りましょう。この祈りは私たち自身のためだけでなく、私たちの女神様のためにもなるのですから、うん、プリプリ。私たちと共にいてくださいますように。
綺麗だ。キラキラしてる。これは一体？傷が治った。本当だ。これは何？ん？城壁が元に戻った。ねえ見て、女神像が。そうして猫女神様の奇跡のおかげで穏やかな日々が戻りました。その後皇后は再び異世界への旅に出たのです。じゃあ皆さんお元気で。えい、宇宙元気でね。皇后様を盛大に送別した後、王様は王国を守るという重大な責任を持って日々頑張って働いています。王様、新しい書類にサインをお願いします。いや、ランミャオは引き続きイラに絵の描き方を教えてもらっています。うん、こっちの色はもう少し濃くして。はい、早く逃げて勝負。この前の対戦がまるで嘘のよう。いらっしゃいませ。アディアン大陸で発射。平和を乱す者が暗躍していようとも、猫たちは日々を楽しんで暮らしています。ここに大王を救う宝が絶対ある。さっさと掘れ。了解。どんな困難が来ようとも力を合わせれば解決できるはず。やった。風が穏やかに吹いていくアディアン大陸で猫一族が楽しく暮らしていました。そこに突然魔竜族、魔炎族、野犬族が現れて善良な猫たちに襲いかかったのです。そこに神器を持つ3匹の猫が現れました。猫釜の持ち主、猫国王ジョーザン、手に雷晶を握る魔界の帝王テイライ、雨の村雲の持ち主、桜村の長チンシン。3匹の猫は邪悪な者たちを倒し、苦しめられていた猫族を救ったのでした。これが私たち猫王国の物語。ここはどこだ。地震か。ん？急に暗くなった。どういうことだ。うわあ！くっそー！ジョーザン！
待っていろよ。必ず復讐してやる。ねえアモン、友達といえども私の家の壁に絵を描かないでくれませんか。せめて返事くらいしてください。はあ、まあいいでしょう、良い出来ですし。ヘイズ、お団子を持ってきてください。はい。チンシー様どうぞ。ありがとう。平和な日々ですね。そうですね。こんなのんびりした日々がいつまでも続けばいいですね。ドルアニというのはもともとアニメ定山ミャオのために始まった番組なんですが、今日はその定山ミャオにおける超重要人物に来ていただきました。まずは定山ミャオ日本総代理店有金通商株式会社代表の張優さんです。そして定山ミャオのプロデューサー井上博明さんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずは張優さんに質問したいと思います。どうぞ。今後のあの定山ミャオ、そして猫のクラちゃんはどうなっていくんでしょうか。これから定山ミャオはですね、猫のクラちゃんは日本、まずは3月18日からですね、あの、秋葉原、桜祭りに、決まりましたね。すごい。キャラに決まりました。コラボをすることになりました。すごい、はい、それから、これから全国ネットを広めていきたいなと思っておりますので、はい、これまであの千葉テレビで千葉テレビドルアニシリーズ見ていただいて、皆さん、まあ、ありがとうございます。じゃあこれからは全国でもいろいろ見れちゃうわけですね。あ、そうですね。楽しみです。嬉しい。私風船もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。井上さんにも今後定山ミャオがどうなっていくのか、はい、聞きたいと思います。はい、まずは台湾で引き続き、今宮崎さんが、出ていただきました第1シーズンの後、第2シーズン、第3シリーズ 2.5 とかいう、いくつかのシリーズが、実はもう第2シーズンは完成しておりまして、2.5 シリーズも開催していて、今第3シーズンを作っているところです。ですのでこれから、まあどんどん、日本でも、第1シーズンに続いて放送が始まっていきます。その中で新しいキャラクターも出てきますので、皆さんぜひ楽しみにしていただければと思います。すごい楽しみ。私も初めて聞いてすごいドキドキしてます。はい、日本でも定山ミャオのファンの方たくさんいますもんね。そうですね。皆さん楽しみにしててください。それではこれからも定山ミャオ、そして猫のクラちゃんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。猫のクラちゃん定山ミャオが2023年3月18日から3月31日まで秋葉原で行われる桜祭りの公式キャラクターに選ばれました。なんと桜祭りのパンフレットの表紙にもなってます。主役の定山猫のクラちゃんと、あと私が声優してる風春が表紙にいるんだよ。とっても可愛いので皆さん遊びに行ってパンフレットもゲットしてくださいね。
そして秋葉原小野店さんでもただいま定山ミャオのグッズが絶賛販売中です。あと私が書いてあるサイン色紙も小野店さんに貼ってあるので、皆さんそちらもチェックしてみてください。それじゃあみんないってらっしゃい。ガチャガチャだけのお店なんてあるの？ガチャガチャショップ。回して引いたガチャ絶対絶命、寝ても覚めても覚めても寝ても。さあここはどこでしょう？多分いつもドルアニ見てた人はわかると思う。今日はもう本当に最後のドルアニということで、ゆかりの地にやってきました。私にとってだからなんかドルアニは希望でした。本当あの時コロナで何にもできなくて、ライブとか今までやってたことが、撮影とかももう全然入らなくて、でも唯一の私の希望はライブ配信とドルアニだったんですよ。で、まあ、ライバーはまあ職業としてやってるんですけど、やっぱり芸能人になりたくてこの世界に入ったかな。そう、中野ブロードウェイ。3年前にここに2人旅で収録に来たんですけど、その時はちょうどコロナ禍真っ只中で、まあ、あまり人が全然いなかったんですけど、今日は活気にあふれていて、なんか違う場所に来たみたいです。ここだ、二人旅で来たところ、中野ブロードウェイの平野さん。ロケ地がまだあるって嬉しいね。プロデューサーはなんとこの番組ドルアニのプロデューサーなんですよ。だから私にとってアーティストはドルアニがあったから生まれたんだと思ってます。そんな私の活動とともに過ごしてきたドルアニ、今日で164回目の放送となりました。今まで見てくれた皆さん、本当に本当にありがとうございました。このドルアニでの思い出を胸に、皆さんこれからも楽しい毎日をお過ごしください。それではまたどこかでお会いしましょう。バイバイ。